はい、ということで、まあ、食べながらでいいかな。ファーストファースト、はい、山川ですか。おお、山川浅村もありかもからね。ああ、コンバート含めていいからね。あとはおかわりが、あ、そうでもいい。そうですね。いや、これ難しいと思うよ。難しいですね。まあ、その辺は来年の始まってからの状態ですよね、うん、まあ、もちろん。で、ただ現在決めるとしたら現在です、うん、まあ、やっぱりホームラン一番今ね、リーグでもセリーグパリーグ通して打ってる選手なんで山川ですよね。山川行く、はい、やっぱホームランって試合の流れ変えれますし、ただやっぱり率今年低いんでね、4番っていう感じじゃないですよね。まあ確かに ね、はい、だから今西武でも7番打ってるけど、はい、まあ、そこら辺に置きたいという選手はね。そして6番7番でいたら怖いですよね。いや、そりゃ怖いよね。一発そこから出てくるっていうのはね。逆に短期決戦でそんなに打力でも期待するもんですか。やっぱりもちろん打ってほしいけど、まあ、守りも大事だよね。まあ賭けの部分もあるよね。守りで考えたら浅村ファーストもあるよな。ああ、じゃあセカンドは誰ですか。まあピクチーはまだでしょ、うん、まあここら辺はもうスッと決まるかな。そうですね。まあ鉄道でいいし、まあ守備固めでピクチーでもいいし、まあ2人選ぶってことですね、うん、でサードは意外とね、サードがね、守備力、まあ今年の活躍からしたら高橋で、あ、守備うまいんで。いや、うまくなったね。うまいです。ものすごくうまくなった。それうまいんで、オリンピックで一番大事なところじゃないですか。いや、そうですね。内野だけは絶対に、まあ取ったら暴投だけは、はい、っていうようなね。それ心配する人はやっぱりね、難しい。去年のあれ見てたら岡本もね、ジャイアンツのちょっと今年は悪いですからね。あと、まあ守備のこともあるから、っていうのも守備だ。はい、まあそうです。宮崎も、ああ、いい選手ですね。いいバッターですね。まあ、怪我はしてるけど、あれはいいバッターですね。まあ、渋谷はまあ渋谷だからね。まあまあそうだね。まあ、松田もいるよ。まあね、今までも何回も経験あるしね。ああいう雰囲気的に、まあ、ムードメーカーがあるしね。欲しいところですけども、それを抱えていかないといけないっていうね、これからのプロ野球のことを考えれば了解したんですよね。なるほどね。はい、ショート、これはもう坂本勇人。ちょっと源田リーダーですね、うん、いるね。いる。源田はどこでもこなしそうだもん。今ダイソーもいけるし、ここでバンバンもいけるしね、うん、まあ、入れなあかん選手ね。まあでも初めスタートだよね。もちろんもちろん、まあまあそうだな。まあこれは鉄板だね。はい、ね、はい、外野手さん、まあ、まず鈴木誠也、うん、秋山、秋山、うん、柳田、いやな、普通にいけばまあ実を、まあ DH 枠も入れなきゃいけないからね。まあ森もいますしね、うん、あんまり左右関係ない。いやー、あんま関係ないね。関係ない。でも DH はさ、2枚考えるとしたら右左で持っときたいよね。そうですね。右バッター、左バッターで、じゃあ森、筒香、左左じゃない。右持ってくるとしたら誰か。山田哲人回したいでしょ。セカンド手口入って、まあでも意外と DH 慣れてない人打てないからね、あれ。ああ、そうだな。やっぱりパ・リーグの DH やってる人の方が。じゃあ右は内川はないか。もうない。そうですね。もう結構欲しいですね、内川もね。まあまだまだ全然バッティングができてる。まあおかわりがいいよね。そうなんですよ。あんまりこれ丸って出てこないですね。ああいや意外とね、まあこういう、まあ、取材というかさ、あれすると丸って意外と出てこない。2年連続セリーグ MVP です。そうそうそう、あれなんで出てこないの。目立たない。安定はしてるけど、そうですね、派手さがない。というか、まあ、言うたら鈴木誠也、秋山、筒香、柳田っていうのがおるから、やっぱりもう引け取らないんですよ。全く引け取らない。でもやっぱり本当のホームランでそう打てないじゃないですか、ああいう大会って。ボールもね、また違いますし。違う違う。だからそうなったら確実性のバッター、うん、ランナーサードでなかなか三振しないとか、なんとかしてくれるっていう選手を揃えたいですよね、オーダーの中。まあまあ確かに。ゲッツーないとかね。まあその中で、ああいうボールでも平気でホームランを打てるおかわりっていうのは入れておきたいですよね。入れておきたいよね。満塁で20本だからね。
満塁ホームランとか、あれはあのどこの球場でもボールがあってもパカンといけるね、力はあるんで。そうか、抑えは誰？抑え抑えこと千賀もね、千賀ね、あの方向はね、ランナーサードでもなかなか何のまっすぐ方向もらえれば三振取ってほしいもんな、三振取れるピッチャーになれば千賀の抑えってありますよね。はい、ということで